6月6日更新ってあるけども何か増えてるんじゃないか。ということで、けり姫スイーツ、6月6日に雨ザーザー降ってこなかった日ですけども、三角定規にひびも入りませんでした。そんな日ですけども、あさってまたエリザベスが手に入るね。まあまあいい回復量あるからな、エリザベス。なかなかいい助っ人、違うわ、使用人なんじゃないか。そして氷上のウェディング、前も見たことあるような、うん、そうだね。リバイバルとステージだと巨大金幕を探して2、これも前あったやつかな。そうだね。で、滞在がアリーの、お、これ宝箱とか出る率アップしてんじゃないの。この辺りは報酬系は変わってはいないね。うん、そんな辺りですね。あ、お、お、なんだこの宝箱右上のさ、宝船の数値がさ、やたら多いからさ、え、何が起きたと思ったら、この右上のは見たことあるね。で、水色のなんだろう、ウェディングなんとかかな、前もあったやつかな。なんか昔ウェディングなんちゃらあったような気がするな。とりあえずコインをいっぱい取れるように、魔物使いじゃない、何使いだっけ、魔法使い、そりゃ普通だな。悪魔使いだ。うん、悪魔使い。デーモンの召喚をする悪魔使い。で、ここは似たような感じだけども、ウェディング系だけども、新しい種類のやつかな？さて、ここのところで、一体いくら稼げるかな？そいや。チャリーン、チャリ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 、チャリ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 、二つのハートをゲットして、まず、お、2100万、いいっすね。で、何かいいの出るかなということを期待して、盤で少し削っておく。そんなに硬くないね、やっぱり。ボーナス宝船ってことで。ちょん。で、あとは、ジャドジメントでも打っておいて、パーン、パーン。ザクン。お、ケーキ入刀した。父の頭と書く方じゃないぞ、刀を入れる方の入刀な。6月ジューンブライド、やっぱそういう結婚シーズンに合わせてと。たださ、6月ジューンブライド、やっぱ結婚シーズンじゃないですか。ただ梅雨入りもしてるから、せっかくの結婚式なのに雨が降ってしまうと悲しいよね。そこら辺難しいよね。あ、プラチナ箱がアップする方にしといた方がいいね。まあ、プラチナで何か出るか分からんけども、さっきの方は何じゃろう。ここも新しい、なんかだろう、ステージダウンロードがあったから、前のとはちょっと違うってことなのかな。前もこのなんかイケメンなんちゃらは見たことある気がするんで、まあお金稼ぎにまあまあいいっすね。数百万くらいだと、なんだこれくらいかって思っちゃうけども、特にザックザック堂の影響だな。2000万手に入るんだったらね、まあ最終ステージのところだけども。お、こっちも今のところで1700万、パンで稼いでおく、稼いでおくっていうかいないから無駄だけど、まあまあ範囲あるからね、バンも。で、ここは金箱確定1個かな、ブーケ。でもこれは前も手に入ったやつだから、まあ、ステージの模様がちょっと変わったからステージダウンロードってことでなってるのかもね。攻略情報のここを見りゃ一発なんだけどもね。まあ、ここね、横画面だと見づらいからな。赤き魔人出現回数がアップだそうです。ふーんもう倒したよ。イベントスロット、ブライダル、へー、プレミアムメンバー、ここら辺はスロットが変わったと。お、なんだこれ、6月6日スタート。大強化祭グレート。おお、なんだなんだ。で、珍種インパクトも更新があって。へえ。お、プレチケ増量キャンペーン。これはあれか、120万になるやつかな。で、まずは珍種。ちょっと見てみよう。何が増えた？達成報酬が追加されたと。なるほど。メリオダスを入れれば何度か倒せるです。俺の場合、覚醒武器を作成してメンバーの覚醒を
これは違うか、覚醒への道、成功率が上がってるってだけかな。じゃあ戻るして、これが気になるな。お、最大 60% オフか。今ね、経験値付与でたくさん強化してあるところだから、レア度が高いやつはこの 50%、60% オフってやつをね待ってたんで。巨大宝箱を探して2は前もあったやつなんで、俺はそんなに関係ないです。強化費が激安、強化ポイントが大幅アップ、まあいい感じに強化できる、そんな感じです。あー、これダメだごめん、いきなりダメだとか言っちゃったけども、1から3が 60% オフで星6が 30% オフ、たったのコラボメンバー以外は 30% オフ。コラボメンバー 60% オフは前と一緒かな。これじゃあな、まあせいぜい星4号あたりのちょっと強化する程度かな。ね、60% オフだったらね、星6が。それだったらあげたいのたくさんあったんだけど、ちょっと残念。さて、あとは何やっとくかな。珍種、珍種で達成報酬がどうせあれだろうな通常職のパーティー、こっちは覚醒職のいないパーティー、コラボメンバーはおそらく使える、こっちはコラボメンバーすら使えないと。そこまで頑張ってたったのプレチゲ2枚っていうねやる気大きいわ。ということで、適当なステージを回ってプレチゲを少し稼いでおきました。2回回せる。ブライダル、ほうほう、まあ大成功すればなかなかいい感じのが手には入るんだろうけども、基本はこういうウェディングドレス系かな。多分他の普通の装備とかも結構あるんだろうな。プレミアムメンバー、まあ持ってなかったら、俺はイエローまだ持ってないはずだから、そこら辺が欲しいかなってのはあるけど、別にいいや。で、武器カーニバル、よほど、なんだろう、やるガチャがなければ、って感じかな。期間限定ドレス。俺こっちゲットしてるかな？あ、してるしてる。ブレンドチケットも相当あるからね。じゃあ滞在チケット。違う、滞在スロットで頑張る。はいはい、まだ確変は起きないようだな。ちなみにプレチケ購入を押すと、お、やってるねー。なあ、言った通りだろ、120枚キャンペーンあると思ったぜ。まあ課金するかどうかは皆様のご自由でということで、この3つのところは確かね、ホークが手に入るだけかな。キャソペーン情報、あ、違うわ、ヘルブラムだ。どうなんだろう、まあそんなに使える仕様に、いきなりバランスを崩すぐらい使える仕様人ってのはないはずだから、多分ね、そんなでもないんじゃないかな。まあ連れてたらね、助っ人で選んだ人に、おー、この人課金して買ってる、お、すげえなーとかこれをゲットしてるとはやるのーみたいな、そういう見られ方をする感じかな。じゃあね、せっかくだからどうしようかな。珍種かなんかやっときたいな。とは言ってももう10分ぐらい経つな。巨大金箱を探して、じゃあこれ懐かしいからこれやっとく。入るのに 50% オフ、何にすっかな。経験値どんくらいだろう。一応経験値、武器経験値4倍のを連れてこう。でもって、そうだ、まだ助っ人を選んでないから、後で裏作業にはなるけども、メリオダスで、ちょっと難しい絶望降臨の最後や、珍種あたりをやっておこう。ちら。反射持ちだね。えい。あ、やっつけきれなかった。大変、これじゃあ。ちなみにこのターンでどんくらいだ、倒せるか。ファンがやられる前に、よし、これで青箱ゲット。今のターンの攻撃でファンの攻撃がヒットして、こっちは死んでないので、
ちゃんと青箱ゲットのチャンスになりましたと。またあれか、反射持ちか。しかも全然削れてないな。何でいこうかな。これだと倒しちゃうかな。まあここはね、反射が無効になったりするやつを連れてったら余裕の場所ですね。さすがにこの攻撃力だとあっさり倒してしまうけど、こいつは、こいつも反射持ち。じゃあアルティメット窓からだったら多分一撃じゃ倒さないから、ある程度削る。あー倒しちゃった。窓がギリギリ生き残ってんね。いや、なんだろう、とどめをバンに刺させて青箱を取ろうかなとかね、こしゃくなことを考えたんですけど、じゃあ家元の遠距離攻撃だったら、でも倒しちゃうかな。倒しちゃうよね。まあそこまでね、無理にバンを使うこともないというか、この金宝箱とかこういう系がね、当てて青を出させてあげるといいのが出る率が高いかなと思っております。あとはヒット数の多いやつでクパーと開けちゃいましょうと。そしてここから乱入、プラチナ箱、プラチナクラウン、前もあったかな、多分あった、あったことにしとこう。じゃあまたおばん、おばんします。で持ってジャッジメントです。のあーあーお姉様、発揮しすぎますわ。違う方のジャッジメントも取り入れつつ、とあるコラボとか久々にやんないかな。でもな、原作の方というかアニメの新シリーズどっちかやってくんないかな。インナンとかか、レールガンとかの。まだ続きあるからね。そしたらまたとあるコラボとかやりそうだけども、それかなんかの表紙にいきなりやりそうな気はするね。まだカバーしきってないところも、前が確かね、2回ぐらいあったよね。2回目があのエンディミオンのなんちゃらかんちゃら映画のあれコラボだったから、やっぱ何かと、何かイベントがあってじゃないとなのかな。あ、ちなみに滞在ってなんでコラボしたの。今更だけども、今度アニメの新しいのが始まるからかな、よくわからんけど。まあそんな感じで、とりあえず今日はこんな感じでしたと、いろいろ更新しましたね。じゃあまた明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。